はい、お疲れ様です。ワイシャクトリーのアンドロイドの動画にお付き合いいただいております。今日もね、しょうがないね、飲み動画ね、お付き合いいただいておりますね。できれば撮り直ししたいけど、行っちゃうけどね。いや、大丈夫、行っちゃうけどね。今日もしょうがない飲み動画をお付き合いいただいております。キーさんでーす。お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。さあ、何やっていこうか。行きましょうか。はい。まあ、飲みながらお付き合いください、はい、のんびり行こう、今日はのんびりのんびり、はい、で、お仲間さんにね、大勢ご来店いただいておりまして、はい、ちょっとそっちのお話からさせてもらっていいですかね、はい、なんとね、ピーさん、はい、あ、そうだ、なんちゃってライガーさんがLED とかエンジンスライダーとか GSX250R カスタムがね進んでおりまして、いやどえらいかっこええことになっておる、うん、ね、今度お仲間さん同士集まった時に、こうなんていうのかな、俺の愛車を見ておくれみたいなね、自慢大会やってもらうといいかなと思いますけど、うん、かっこよくなってますよ。でラウネスさん、いつもすいません、ありがとうございます。ステッカーご購入いただきましてですね、あとお土産のキーホルダーとかいただいて、うん、なんか海外旅行のお土産でご購入されたらしいんですけど、うん、まあなんか販売促進グッズとして使っていただいてとかね、なんかあったら、はい、お客さんに配ってもらって使ってもらっていいですよなんていただいたんですけど、まあなんていうんですかね、 GSX-R とかはやぶさとか、うーん、なんかこうあれだね、非公式な匂いがプンプンするけどね。R のマークがちょっとね、大丈夫なの、大丈夫なの、まあ、今現在もこれ動画で取り上げて大丈夫なのかどうかってちょっと若干の心配はありますけども、現物見たい方はお店遊びに来てください、はい、ラウドネスさんといえばちょっと結構割とアジア系が好きで、こういうお土産も以前もらったりするんですけど、これちょっとさすがに僕着れんですわ。あ、着ようかな今度。あ、今度着て動画撮っていいですかね、はい、やってみましょう。こういうのね、いただいてありがとうございます。いいですよ、もうなんかね、エスニックな、エスニックっていうの、どうなの、こうアジアな、アジアンテイスト、テイスト、うん、そうだね、うん、いいですよね、そんなね、匂いがするラウドネスさん。もうなんかね、最近はなんかお仲間さん、うん、本当ね、昔からのお友達感がある人なんだよね。あ、話してて楽しいんで、今日もね、お仲間さんが遠方からご来店いただいて、ブロンコにね、ヤマハのブロンコって名車があるんですよ。ヤマハのご存じない、ブロンコって言ったらもう車しかご存じない。じゃあ今度またね、お話してみましょう、はい、で、ブロンコのお仲間さんはね、まあ、ちょっとメンテナンスをとか、いつも動画見させてもらってて、お土産持ってきてくれてね。古いバイクなんですか。まあまあまあ、ぼちぼちですよ、そこそこですよ。まあ今度バイク自体をご紹介しましょう、はい、うん、で、バイクをお預かりして、メンテナンスね、させていただくんですけど、ありがとうございます。いや、なんですかね、ビールの差し入れいただいて、あ、バイクはね、入庫して、ね、メンテナンス下駄回って、はいはい、まあ、なんでしょうね、いい仕事だな。こんなん続いたらいいな。そして、あれ大丈夫かな、こんなところであれかな、お仲間さんのご来店の話は。そうなんですよ、このキーホルダーね、はい、見たい方ちょっと、で、あとこの T シャツ見たい方もね、ちょっとご来店お待ちしております。それで最近面白いなと思うのが、お仲間さんがね、ご来店いただいた時に、はい、バイク神社、うちのね、はい、なんか僕の知らないところで、賽銭箱にこうお金投げ入れて、はい、こう手合わせてた方なんかもいらっしゃるんで、来てんな、結構これ浸透してんなっていうね、僕的にはどうなのかなと思ってたんですけど、意外と動画見てらっしゃる方の中では浸透してるみたいで、そういうシーンをお見かけしますんでね、賽銭投げ入れてくれた方、本当すいませんね、大したことできないんですけど、参拝記念にこのうちのステッカー、これはまあ動画でお話ししてますけどね、はい、これをお持ち帰りくださいね、はいはい、と、あと、賽銭箱を作ったうちの動画たまに出てくるアキラなんですけど、なんかよくわかんないですけど、名刺置いてたりとかね、島には会社の名刺、パンフレットみたいなの置いてて、宣伝していいってことだと思うんで、本人の許可得てないですけど、ご用命があれば、リフォーム会社に勤めている男でございます、なんかあれば、はい、そうですね、また雨漏りするんだけど、どこへ頼めばいいんだみたいな方は、うちにお電話いただくと、真心リフォームさんに直結しますんで。あれですよ、大丈夫です、本当に良心的に仕事やってくれるところなので、また
今度アキラの了承を得ればきちんと宣伝させていただきたいと思いますけど、はい、おじいちゃん大変だ、シロアリが出てるよとか、怪しい業者じゃないんで大丈夫です、はい、ないですね。そうそう、であとね、お店遊びに来ていただいた方の暇つぶしなんかでっつって、このターさんが秘蔵のね、この読書コレクションみたいなのを置いてってくれてます。これうちのね、猿息子用に持ってきてくれたやつなんですけどね、猿息子も家に持って帰るのに店遊び来て読むっていうんで、ここ置いてありますので、なんかね、このセレクション、いや、ターさんが意外なほどね、読書家で知られておりましてですね、そうなんですよね、ほんとね、こう秘蔵のコレクションの中からうちの猿息子に合うようなものをセレクションしたらしいんですけどね、だから僕が知ってるようなものなんかもあれば、映画化されたようなメジャーなやつなんかもありますけどね、こういうの、お好きな方いれば暇つぶしにね、僕なかなかお相手できないね時間帯なんかもあるもんで、遊びに来てもらって暇つぶしにこういうのもね読んでいただいて、じゃあしおり挟んでもらってね、じゃあ来週続き読みに来ようみたいなね、はい、お店の遊びに来方もあるんじゃないですか。そうですね。いや、そうですねとか適当に言うな。その本だけ読む。そのしおりのね、挟んであるとこがこう、ちょっとそうだから自分ご自分の専用のしおりを挟んでいただいて、だから2回3回ワイズに遊びに来て一冊読破するみたいな楽しみ方もね、はい、いいですね。そんな楽しみ方バイク屋である？これぜひおすすめ。ちょっと今適当に言ってみましたけど申し訳ありません。そしてね、こんなにもう読書の鬼みたいな男がターさんが ね、まあ、なかなか会って話してみると、そんなにインテリジェンスは感じさせないという野蛮な男で、野蛮なただただ熱いだけの男でございます。そうですね、はい、まあまあそんなワイズの楽しみ方もありますぜというね、はい、今日はしょっぱんくんも遊び来ておりまして、明るいうちから遊び来てさっき帰りましたけど、あ、そうですか。もう暇そうにしてたから出来上がった修理車市場行くときに留守番頼みました。なるほど。しょっぱんくんまたよろしくね。暇な時遊び来て、差し入れのどら焼きうまかったです。でこれからなんですよ本題が、はい、尺大丈夫？あ、タイマー回してね。尺大丈夫か。じゃあまあ行けるとこまで行きましょう。はい、で実はですね、ワイズファクトリーの本業のお話、バーワイズとか言ってる割には本業の話ちょっとさせていただきたいんですけど、ね、スイッシュが実はリコール出ました。はい、早速ですよ。もう本当ね。スイッシュ UG125 ヘッドランプ不当対策リコールのお願いということでお知らせが来ております。これなんでね、もうちょっと私の方でもなぜ発表に至ったかというのは、もう具体的にお客様の方にメーカーからお知らせのハガキが来たそうです。で、幸いなところにうちのお客様といえば、お兄さんと誠、はいはい、あとは納車うちの入荷待ちの、瀬名さんなんですが、はいはい、瀬名さんのは、瀬名さん申し訳ありません、リコールの対策されて出荷されると思うので、ちょっともうちょっと時間かかるかもしれません。申し訳ありませんけども、ちょっとお時間いただくかもしれないですね。対策を組んでのもう、もうこのタイミングだと、もうメーカーの方で部品を組み替えてリコール対策して出しますんで、それで営業の方からちょっと遅れるようなないような、また本当眉間に背負わせて、もうね、だからいや、そろそろやばいんじゃないこれ、セラさん。うん、だって何ヶ月もう何ヶ月だから営業の方も本当にもう眉間にしわ寄せてさ言ってましたけど、本当に悪いと思ってんのかな。大丈夫ですか本当に。まあまあ申し訳ないですというねお話ではございまして、いや、まあ僕もね、セナさんにも何てお話したらいいものや。本当ですよ。セナさんは大人のね、すごい、いや、本当申し訳ございません、はい、リコールの対策終わり次第も出荷されると思いますのでね、もう少々お待ちください。何か分かり次第また動画の方でお知らせしたいと思います、はい。まあ別にセナさんわざわざ動画でお知らせなくても大丈夫なんだけど、でこの発表というのはもうお兄さんもハガキが届いてて、もうお電話直にいただいたもんでね、あ、リコール出たねーなんつって、はいはい、まあまあ大ベテランがね、もう本当に芸歴50年のデーベテランなので、もうお兄さんもただお兄さんがね、別にわざわざうち来なくても近くの鈴木の販売店ですか、こういったリコールなんか受けられるけど、はいはい、うち来てくれるっていうんでね、でまた遊びがてら行くからさなんておっしゃっていただいてるので、
リコールうちで受けたまわるんですけど、まあ、だからこのライトのユニット、あ、そうだ、俺言ってなかったね、これ、はい、ライトの布団があって、このユニヘッドライトのユニットをごっそり解かれるらしいんですよ。なんかそのうちヒューズが飛んで、最悪の場合はライトはつかねえわ、エンジンがかかんなくなるんじゃねえかみたいな、エンジンかかんなくなるまでは書いてねえな、ヒューズが切れ、すべての灯火が不当となる恐れがありますみたいなことなんで、このユニットを解かれるそうです。はい、でこれ幸いなことにね、あ、僕が作業をやんなきゃいけないのは誠の分とお兄さんの分だけなので、今部品を先行で頼んで、誠の分の方もねやっちゃって、時間が読めたところでお兄さんの方ご連絡差し上げようと思ってますね。お兄さんちょっとお待ちくださいね。何せ頼んだ部品もバックオーダーになってて、バックオーダー、そう、メーカーの方もすごいよね、お客さんにね、急いでリコール、お買い上げの販売店に連絡してくださいなんつってさ、でお客さんから電話かかってくるんじゃん、はい、部品すいません、いつになるか分かんないですよ、だからさうちの対応としてはさ、いや、だからちゃんとスタンバったところで電話してくれない、混乱するだけなんだよ ね、実は販売店レベルの話させてもらうと、お客さんから電話来る、で、まあ、エンジンかかんなくなったら困るって、もう心配するじゃん、メーカーからそんなのが来たらさ、ね、でこっちで問い合わせ来る、はい、でこっちはそう、うちでお買い上げいただいたお客様の分は部品手配する、はい、ところがメーカーの方はバックオーダ ー納期が出ません、お客さんはいつ来るの、僕は分かりません、入ったら電話します、で電話する、お客さん忙しい、はい、来れない、はい、もうなんかね、だから本当はこっちが部品をね手元にある状態でお客さんに連絡する、もしくはお客さんが電話いただく、はい、明日でもお持ちくださいとかね、はい、今立て込んでるんで1週間後に台車用意しますんでとか、そういうやり取りが、部品がないと事前の段取りできないんだな、これ ね、まあ、メーカーの苦悩も分かるけど、もうちょっとやっぱ苦言を呈してね、呈させていただければ、販売店の、この末端の販売店はね、結構混乱してますよ、リコールのたんびに。やっぱね、まあ、分かるんですけど、とね、僕らも鈴木の、ね、ためにできることはとは思っておりますので、はい、頑張ってはいきたいとは思うんですけども。部品がなければ何もできないのがね、そうです、工具と部品がないとただのおじさんなのでそんなことはないんですけどね、いや別に工具と部品あってもただのおじさんなんだけどねちょっとオートバイに詳しいおじさんなんだけどまあまあそんな感じにはなっておりますよ、はい、あ、でもそうなんですよ、うん、だからうちでちょっと今水州幸いなことにリコールでしっかりと見させていただかなきゃいけないっていうのはお兄さんだけなので、誠のはね、まあ、僕の方も普通にまあやらせてもらいますけど、はい、お兄さんの方はちょっとご用意でき次第またご連絡差し上げるようにいたしますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、ちょっとお店の方からお知らせこんなところかな、はい、はい、でバーワイズ、P さん何かありますか。今日はちょっとね、長野の方に行ってきます。はいはいはい、娘の、ね、うん、ちょっと昔の関係、はい、いや疲れた、久しぶりに、長野か、片道どんぐらいで行くの？ 3 時間ぐらい？長野もうちょっとかかる？とりあえず命預かってるんで、うん、まあ、法定速度守りの、うん、あんま車線変更しいの、うん、しないの、うん、で休憩いっぱい取りいいの、うん、で、まあ4時間あ、まあかかるよね、そっ、ね、かそっか、ここから長野って道路何使うんだっけ。ここからバイパス、うん、バイパス乗って、東名、横浜、町田、海老名の先、圏央道、うん、圏央道使って、圏央道から中央道ですね、中央道、はい、中央フリーウェイで行くんだ、はい、もうほぼ 99% 高速です。うん、まあでもここからだとアクセスはねいいけどね、道路はね、そうですね、まあ、そうなんですよ、まあ、空いてりゃいいんだけど、圏央道やっぱいい、圏央道はね、混んでなければ、ほらこの前のそう、混んでたね、圏央道のところ ね、渋滞さえなければ圏央道は使いですね。はい、なるほどなるほど。いや、なんかギャングパーツの小林くんがね、群馬の方にイベントがあって、でなんかその途中の運転してるところをライブで流してた模様なんだけど、そこでなんかうちの仲間さんが「ワイズによるの？ワイズによらないの？」みたいなコメントあった時にね、まあ、小林くんが「寄れませんわ!」みたいなことを言ってたんだけどいや、そりゃそうだよね、
群馬、いや大阪からさ群馬行ってさワイズファクトリー途中にはならないんだよね。まあね、まあ多分群馬あたりだったらどうなんだろう、途中、まあと、まあ東名でしょうね、東名か中央道使うのかな。そうだって群馬って関越じゃねえの、だってどうやって乗り換えていくのか知んねえけど、中央道からそうですね、京王道使ってで関越？関越だよね。いやね、でもうちらだって関越使って群馬なんて結構大変なね道のりでさ、はい、それなんか群馬の帰りに大阪帰る前にワイズに寄りなよって結構むごい話だよ。そら大変でしょ。ちょっと外れちゃうかな。ほんと小林くんも寄れたら寄りたいっすけどみたいなことは言ってくれてたけど、うん、それね、あのやめといた方がいいよ。結構あるよ。ある。なんかもう小林くんがあまりにもさ長距離を走りすぎるから、みんなあの縮尺がさ世界地図見てる感じでさ。違う。もうだって小林くんも運転しててさ、あの群馬まで行くのに7時間ぐらいですかね、7時間ぐらいは結構大変ですねなんて言ってたんだけど、やっぱね普段はね5時間ぐらいしか運転しないんで変わんねえじゃねえかよ。もうね見ながらツッコミ入れてたけどね、うん、まあまあ小林くん結構あの群馬の途中で横浜は結構遠いんでね、あの正解です、うん、寄らなくて正解。まあまあ、そんな感じになっておりました、今日のバーワイズでございましたけどもね、はい、はい、まあ今日もあのフィーさん長野帰りでお疲れなんで解放してあげようと。いやいや、はい、じゃあ今後もまあ別に今日はいいかな、じゃあ飲みながら終わりますね。はい、お疲れ様でした。今日はいいですね。今日はいいのかな、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。